世界からいいものを集めてきてる、いいシェーパー、そういう点じゃないですか。自分のところで丸投げじゃないじゃないですか。工場があるわけじゃないですか。何しろ大変ですよ。いろいろ楽しいこともあれば辛いこともあってね。だから楽しいのかも分かんないけどね。嫌なこともありますよ。言えないな。やばいから言えませんね。やばすぎて言葉に出せないようなことありますよ。はい。日々の努力じゃない。日々それのか、あれじゃん、努力とかもちろん楽しいからやるんだけど、結局積み重ねだからね、これね。だからやめれないわけじゃないですか。やめたら切れちゃうわけじゃん、そこで。だからいつもサーフィンして、いつも働く、服を買っていただきながら、こういうものを買ってもらえるし、だから両方にいいんじゃないですか。両方。あと服が置いてあるとこに、おしゃれっていうか、ほら、綺麗な板置いたりするわけじゃないですか。それによってかっこよく見えるじゃないですか、やっぱり。そこに服だけだったらそれなりですよ。だってサーフィンやる服ですもん。その感覚が良くてやってるわけだから、口ではもう言えませんよ。何よかも楽しいですよ。だからもう本当に危ないですよ。その世界に入るとやめれなくなりますから、サーフィンを。もうそわそわしちゃうじゃないですか、仕事やってても波があると。もうどんどんビッグウェーブにもなっていくし、チャレンジしていくし、もう止まらないですよ、サーフィンは永遠に。